あ、マウンテンバイク、これは新しいやつの方です。ロスコミ対策だけなんですかね。それで店の中まで来て捨てていく、あの厚顔無知な人がいそうな気がして怖いな。持ち込みそうな気がしますね。なんかあ、すごい無知な人が多いから。ん、何色、色はどっちも黒なんですけどね。今クロスバイクもマウンテンバイクも緑色のはですね、フレームが真ん中にすごいひびが入ってるんで、でもやっぱりあれが高い金出して買ったやつだけありましたね。30万出して買ったやつだけあって、軽い、あのマウンテンバイクは。何、買った王国、今乗ってるやつは2台で、他に2台、1台フレームにひびが入って使えないやつと、もう1台は MR4 っていう折りたたみロードバイクが、あの折りたたまれたままもう何年も折りたたまれてます。あー、まあ降ってきてる。でも当たり前のように乗ってたけども、やっぱりあれが軽くて良かったですね。小割りに切ってひびが入った理由わかんないんですよ。淡路島を走ってる時にすごい音がし始めて、ギーギー始めて、なんかグギーグギーって音がし始めて、雨はもう降ってます。軽いと輪行の時楽なんですよね。今のこのマウンテンバイクは輪行の時重いです。普通の肩紐だと肩痛くなっちゃったんで、あのスポンジ的なものを買いました。高性能スポンジ的なものを、肩パッドとして挟むやつを、なんていうのは製品名だったかな。細かくなんか立方体で仕切られた空間を持つシリコン樹脂みたいなやつで、限界なのかな。まあ10年以上乗ってましたけどね。あれます、メーターじゃこ、何を見せます、ラック、梨狩りか、梨好きですけどね、まだ買ったことはないな。前住んでたところが東京都稲城市っていう稲城梨の産地だったんですよ。布団食べよう。あ、リンゴありますね。この間リンゴ嫌ってほど見てきたけど、青森県弘前市は確かリンゴの生産量が日本一だったはず。上がる、何が、フラットバーに折りたたみロードはもうフラットバーに改造済みです。ヘルメットについてます。見た目は多少どうかなってもいいんですけどね。まあ車検5回分ぐらいの値段でしたね。車検って意外と高いですよね。確か台幅 1.5 インチです今。あとこのマラソン、シュワルベマラソンっていうタイヤめちゃくちゃ重いです。こいつのせいで1キロぐらい上がってるんですよ確か、前後合わせて。乗らないの、色はあまりこだわりはなくて、そこから黒い雲を何度も通過してってるんですよ。でそのために風が吹いてきてパラパラ降ってきてる。タイヤ超丈夫ですこれ。のカメラに、電車ここはもうちょっと車道じゃないと、歩道狭すぎです。うわ、ドロップハンドルは性的に苦手なんですよ。あくまで私が個人的に苦手なだけですけどね。空が一部は白かったり青空だったりします。
キロどうだ、どこで違うんだったかな。もうさそうですね。確かにまだ津軽部マラソンにしてマウンテンバイクもクロスバイクも1分もパンクしてないんですよ。マウンテンバイクはそんなに回数乗ってないけど、ママチャリが分解できたらとはどういうことでしょうか。なるほど、そういう考え方もありますね。いや、MR4 はもうフラットに改造済みなんですよ、店でやってもらって。なのになぜ乗ってないかっていうと、やっぱりそのフレームがふにゃふにゃしてる感じだからかな。で、上り風、上り坂と向かい風は、向かい風の方は報われないから嫌いです。瞬間的なきつさは上りの方ですけどね。中にが詰まってるやつは確か災害用とかがありますよね。なんでマラソンにパンクしないと聞いたから、結構それまであのタイヤが擦り切れたり穴が開いたりしてたんで、何度もそれまでパナソニックユーザーだったんですけどね。パナレーサーユーザー、ロードランナーとか、あと、なんだっけ、ティサブかとか。マラソン一遍勝ち合ったらもうこれ多分そうそうパンクしないだろうし、擦り切れる気配がまだないから当面これなんじゃないですかね。ビットリアは使ったことないです。MR4、うん、MR4 はフレーム全体がしなるんですよね。まあそういう風に設計されてるんですけどね。フレームのリアサス的なやつが全体のリンクとなんかうまい具合に働いて、ただあれは折りたたみとしては折りたたみするのがあまり高くないんですよ。あまり簡単じゃない。マラソン、いやそうでもなかったですね。1000キロ、東京の自販機がなんて、あとそろそろウェブカメラなり GoPro なりに雨粒がついてそう。さっきからずっと小ぶりだから。3キロ、私は年間何千キロ乗ってるのかな。下手したら1000キロとか2000キロじゃないのかな。特に今年は夏全然乗ってないし、なんで買っちゃったの。え、マウンテンバイクですかね。マラソン、気温は明日は多分かなり下がるはずです。少なくとも標高、今日の泊まりからもう標高800近いんで、まあ、そうですか。なんか今悪いのあったっけ。うわ、4、MR4、 あれは24インチタイヤの4でしたっけ、 MR4 の方は。もう着きましたかね。そろそろ着くか。そうでしたね、確かあれは MR4F でしたよ。フラットのやつですよ。あとブレーキが結構弱いのもあるかな。世代によって違うのかな。ああ結構これは結構ついてる。
宿行くだけ。そうです。ただ宿まで標高差700以上あるんで、こっから峠ですね今日の。これで、あれ？あ、いつの間にやら、いつの間にか、ウエストバッグの紐が、このウェブカメラのケーブルを間に挟み込んでた。危ねえ。今日もさっきから黒い雲が何度も、通ります。やった。これで少し曇り取れたと思います。まあそれでもまたすぐ着きそうだな。そうそう、あ、水滴と分かるぐらいの見え方でしたかね。で、レンズだけじゃなくて本体にも水が染み込む可能性があるんで、あんまりこれ運用したくないんですよね、この状態では。髪を切ったら、私今結構短いですけどね、髪は。この間カットしてもらってきたんで、カット。今日の出発地は福島駅、目的地は高湯高原って言うんでしたっけ、ログキャビンステラポートユースホステルがあるところ。あ、目的地、あ、そうや、タイトル書いてたっけ。で、福島駅で4時間もかかったのは、忍山登って、電波がないのでもたもたして、で、いらっしゃいませ、全国どんぶりサミットでサミットしてきたからです。これから何するの、走るだけ。あ、はい、今ここほぼ平地なんですけど、最後にぐーっと登っていくんで、そこで母行って途中で電波切れますね。あ、うわ、紅葉温泉、あ、高湯温泉でしたっけ、高原じゃなくて高湯温泉。そう、ユースはステラポート、かっこいいですね、ステラポート。天文系の宿だったら、昔、2010年だっけ、2009年だっけ、長野県のあれどこだっけ、なんて村だったかな、みそのっていうところのスターフォレストみそのだったかな、宿の名前が。で本当になんか天文台があって、天文台というか大きな、あれはなんて言うんだろう、望遠鏡というか、でっかい施設があって、天文台のドーム型の、そうそう、スターフォレストミソの、 SF ミソの、そう、言い出せの時ですね。あそこすごかったですよ。装備が本気すぎる。で、チャラチャラした感じの若者が、中で少し騒いでたんで、その天文の、多分専門家の人だと思うんですけど、一括してましたからね。で、本当に木星とか見えましたよ。木星とか土星とか。惑星？ちょっと今私は雨粒が顔に当たるんで、あ、夢ですか。ちょっとうつむき加減でずっと走ってます。小雨が止んでくれれば前向けるんですけどね、正面も顔に当たって、さっきからずっと止まないな。GoPro とウェブカメラが心配。ずっとなんか小雨が降ってますね。明るいんですけどね。輪行の時に選ぶ？
輪行向けっていうんだったら折りたたみ自転車ですよね。ブロンプトンとか BD1 とか愛好車多いし、観測ドーム、ああ、折りたたみですね、輪行重視だったら。あとはそのロングライド系だったら多分ロードバイクとかの方が楽な人が多いだろうし、昼食は厚見半島めぐみ丼と仙台漬け丼を食べました。あと芋こうじ汁の取り詰め例なし版を。トータル1200円かかってるんですよね、昼ご飯は。山の、うん、折りたたみはそうですね、吾妻連峰見えてるのかな、これ。結構日焼けバッグ、宿泊まりでも私はいろんな着るもん持っていくのと、配信関係があるんですごく重たくなるんですけど、割り切る人は本当に荷物少ないですね。着るものもある程度我慢するとか、あともう洗濯すること前提に行くんだったら、ほぼ着替えでちょっと持っていくだけでいいですね、下着だけとか。私は寝巻きまで全部持ってきてるんで。あと寒くなることが今回想定されるんで、今履いてる短パンの他に長ズボンもあるし、長袖ジャージもあるし。チケット、株主優待券、私がこの間もらったやつの話だとしたら11月30日までのはずなので、11月になったらまた遠出したいですね。全裸で相部屋宿なんで。そう、私背中には枕はリンコ袋が使えます。私は昼寝はリンコ袋で枕してますね。長距離でも多少不利でもこだわりで全てを克服してる人も多いですからね。ムチサミットは、新幹線で行くつもりなんですけど、逃げ、耐久性、ああ、それも製品値段によるのかな。あ、3連休ありましたっけ。まっすぐだな、あと向こう霞んでるな。リンコバッグは自転車屋さんですけど、まあ通販の方が安いですかね。店先にしてもどっちにしても実際に自転車が入るかどうかっていうのは店頭じゃ確認できないですからね。まあ多少店員さんに相談できるぐらいかな。でもそれも多分保証はできないと思う。3連休、それからまだ10キロ離れてないぐらいかな。オドメーター、自転車にサイクルメーターつけてないんです。 GPS ログしか取ってないんですよ。いい加減小雨やんでください。体は大丈夫だけど機材が心配です。持ってるですよね。取って持ってって試着させてくれるかっていうとそんなことないだろうし、袋付着室とかなさそうだし、若干蒸し暑いこともないな。じっとしてると肌寒いぐらいかな今は。日が当たったり雨が降ったりするんで微妙です。今走ってる今の瞬間は、まあ、ちょうどいいぐらい。だからそうそう、ハンドルが入るかどうか結構違いますよね。最終的にはハンドルになるのかな。グリーン車に、でも子供だったら確かに輪行袋の中にしれっと入れれることはできそうな気がしますね。もちろん動いたり喋ったりしない前提で。常に自転車的なフォルムを保ったまま黙ってじっとしてなきゃいけない。
言ってしまえば、うん、なるほど。やまないな、やまない。またひどくなってきてる雨が。ちょどっかで雨宿りしたいな。まあ、あ、VK ってなるほど、過去の全部か。ちょっと雨粒大きくなってきたんで、少し雨宿りしたい。多分直売所のとこで。ああ、赤なった。えい。向こうは青空なのにな。あ、ありがとうございます。トツかな、これはトツかな。福島の人ですね、福島ナンバーの人ですね。車ですれ違いだとなかなか一瞬だったな。すごい、車だとそうそう止まることは。しかも幹線道路にも走ってますからね。幹線とまで行かないにしても結構な、ひがりくん10日。雨が一瞬でしたね。まあなかなか止まれないだろうな。やから、どっか雨宿り警察ロボさんと言われてたから、まあ見ていただいてた方でしょうね。オートバイ、冷たい風がですね、こういうに普通に手を挙げて、アンチいらない。やった。で、こういうとこでも自転車止められるのがスタンドの強み。割とそうですね、天気雨ですね。仕事、あ、いや、どうなんでしょうかね。雨が、だいぶ濡れてる。まあでも本体に染み込むほど濡れ方ではないかな。ウェブカメラはちょっと心配だ。ちょっと待ってください、タオル出して拭こう。タオルどこ行った？あった。この見えるかな、南三陸タオルで。このタオルって結構あちこちで使われてるみたいです。作られてるみたいですね、あちこち用に。風が結構ありますね。大洗のガルパン関係のタオルもなんかこのタオルっぽかった、写真見たら。よいしょ。そう、スタンド今さっきつけました。さっきの、何ちょっと今ヘルメット外してたんで。マイメロ、ソフトクリーム。いや、さっきパイン食ったからな。パイン食っちゃったから、あ、冷たくて甘いものはもうしばらくいいかな。麦茶でも飲んで。アイス、やっぱり。あ、虹出てる。今影の方向見たら、あっちかなと思って見たら本当に出てた。日本スタンドで行けますね。すげえ。
おお、見えてる見えてる。結構みんな雨宿りしてますね。おお、結構くっきり見、あ、二重虹だ。二重の虹だ。あとポタハイからちょっと離れすぎかもしれない、見通しいはずだけど、あ、すぐ近くの林よりも手前に虹が見えてるのが、手前に見えてしまってる。虹がもっと遠くに見えるべきものであるのに。見えます、虹すぐそこの森の手前、あの木の手前に虹の色が出ちゃってるのが分かりますね、肉眼で見ると。結構降ってるな、二重虹ですね。まあでも前、あの飯田線で見た時の虹の方がもっとすごかったな。うん、高速人、シフォンケーキって何ですか。水メカニズム、実際どこに見えてることになるのかな、これって。虹でもよく見えますね、意外と映ってるんだな。青空と一緒に映ってるのがなかなかですね。青空の明るいから上の方見えてないけど、見えた、ありがとうございます。二重虹で、あの色が逆転してるのも、あ、三重も肉眼で見え、いや気のせいか、確かの三重ぐらいまであるんですよね、条件が良ければ見えるんですよね。これはですね、東の駅って書いてあったかな、確か。ん、何の意味レインボー、またカメラに乗れましたか。レインボーアイランド、虹をなんか無限に虹を出力できる兄弟が、じゃあまたタオルで、今いる？よいしょ。まだ降ってるな。これこの辺りまだ建物あるからいいんですけど、途中からないんですよね、建物が。そうなったらもう録画とかも全部諦めてしまい込まなきゃいけなくなる。リッチーブラックモア、今東の駅です、東の駅。今ここ出てないかな、今は。もう消えたかな、あ、行って。あ、今日はあの、高湯温泉でしたっけ、高湯温泉、高湯温泉、ええ、まで登っていきます、これから。距離そんなないんですけど、登るんですよね。登りの、あれは、ええ、あと8ぐらいか。たっぷり5ぐらいあったらしいんで、ここらで。ですね、標高の、標高700ぐらいまだ登るはずです、うん、ただ途中でやっぱなんぼチャリンコでも歩く人いる、あそこは勾配かなり厳しいみたいですね、調べてきたんですけど、あと下りはやっぱちょっとこれがきついから、うん、気をつけて、ありがとうございます。あっちに抜けんだったらいいけど、土の方に抜けんだったらよっぽどこうなだらかに行くんだけど、明日スカイライン通ろうと思ってるんですよ。まだ登りますよね、さらに。スカイライン。言い訳なんだけど、山形の方が曇ってっから、こう、北風で慣れてくるね。だから上の方は天気いいんじゃねえかな。そう、明日、予報は晴れなんですけどね。割れちゃった。割れちゃった。あ、寒くて。あるある。上の方はだいぶ寒いでしょうね。一応着るもん持ってきました、いっぱい。はい。この中で詰まってますから今。寒いね。ですね。日中は暖かい。でも今日は妙に暑いですよね。今日は結構暑いですよね。下は市内の方は暑かったけど、ここで2度ぐらい違うから。ああ市内のこっちで。まだそんなに登ってきてないのに。この辺だと大体あそこの忍山の高さ大体5分かな。上馬道あたりで。あの忍山もさっき登ってきました。かなり登りますねあれ。あれよりまだ上がるわけだから。そうですね。まあでもそこまで行ってしまえば今日は宿があるんで。ええ、でこれも無理しない工程で、はい、無理しない工程で頑張ってください。 ありがとうございます、はい、そう無理しないポリシーなんで私も本当だよ、ね、疲れが残ったらあの連日走れなくなるんで、まあ、せっかく3連休できたので今回、うん、
やっぱりこれがきついと、やっぱどうしてもね、気をつけないと。そうですね、そうスピード出しすぎるとあっという間だから早いがんない、やったチャリンコで60ぐらい出るからこれで60、私は怖くてそこまで出さないですけどね私は60ぐらいは出るんでしょうか、まあ出す人は出しますね、どっちから来たんですか。あの住んでるの横浜なんですけど、横浜あのさっき福島駅までこれ持ってきました、袋詰めして、で今これ録画したり、あとこれ生放送やってるんですよ今、この映像と音が入ってて、でそれ見てる人があのパソコンでいろいろコメント打ってくるんで、それが今ここから聞こえてるんですよ。ボスボス言ってるのはこれなんです。でこうやって人と話すときはあのそっち向けないようにしながら基本的にはこんにちはって言ってますね。パソコンに入っちまうんだなって、であの携帯の電波使ってあの全国になんか行く仕組みがあって、でそれ見てる人の感想がここから直に出てくるんですよ、声で。まあここから先電波ないんですけどね、山の方行ったらそうフォーマーが途中電波ないところがあるから。まだ降ってますね、飛んでくるんだね、あっちから山形の方から吹っ飛んでくる、なんかずっと地図あの雨雲のレーダーで見たらずっと来てるの分かりました、時間は42分か。ここでやった。なかなか雨宿りから出られない。雨宿りからなかなか脱出できないです。ああやっぱり、ああ結構な困るな。これから登ろうとしてるところは思いっきり降ってる。天気いいわけなんだけど、晴れのマークがですよね。で夕方あたりまた雨でしたよね。だから流されるんだよね。まあこのくらいだったらチャリンコで行くには最高です、あのこれが濡れるのが心配なだけなんですよまあでも行くしかないな、よし流されるよ。しじゃあ行きます。はい、ありがとうございました。頑張ってね。ありがとうございます。気をつけて。よっと乗せて行ってもらえ。それじゃあんまり意味が。芋煮会、福島芋煮会やるんでしたっけ。そう、さっそうと走り去る。でもまだ降ってんな。でもさっきよりだいぶ弱まった。虹がちょっとあの建物で隠れてますね。いや、建物の手前に見えてるかな。見えてないか。虹っていうのはあれ、自分から見て一定距離の間のその雨粒が反射している光の集合がああいうふうに見えるんですかね。なのであんまり距離がないと、距離がないというか手前には見えないけど、まあ数百メートル距離があればその間に見えるのかな。というわけでお待たせしました、再出発です。30キロ、私は今20キロはもう来たかな。あの忍び山とかあちこち走って多分20キロぐらいは来たんじゃないかな。で多分残り10キロで標高差が600、700ぐらいある。あーやっぱりまだ降ってんな。宮城、あ福島味噌味なのか。どうまだ降ってる。ちょっと出るの早すぎたか。そうアトマっていうソステルありますね。考えたんですけど、あの明日スカイライン走るにあたって途中まで行っといた方が明日楽だなと思って。ホログラムつながるとこあるのかな。イオンか、イオン欲しいですね。この間イオンで大変雨宿りさせてもらったので、大変に。
あ、今ここまた消えました。出しましょうか。降ってる降ってる。おお、また綺麗に見えてますね。お、青空背景でも見えてる。おお、行ってらっしゃいます。青空背景で あの虹が見えるのはなかなかすごいな。目だとあの、あ、でも電線が隠れてるな、あの辺り。写真的にはいまいち。でもあの辺りくっきり出てる。背景が暗いとよくわかりますね。太陽。さっきでも、さっきに比べると二重のとこは見づらいですね。青空バックだとなかなかかっこいい。でもあまりそういう条件ないですよね。天気雨状態じゃないと。あ、そうだ、今ここ、今ここ。虹がですかね。虹が、あ、前でもう虹どころじゃないよな。3時ぐらいだ。とっとついて温泉入りたいな。ハロー、傘ってやつですかね。傘、卵湯。うん、反対側に出ますね。ですね。ワイショップがなくなってる。またしばらくしたら消えると思います。設定どこにあるんだ一体。すぐ消えてしまう。消す、消さない。では。山の方はずっと白っぽいんですよね。あれ全部小雨が降ってるエリアなんだろうな。しかも日当たってるし。卵湯、あ、そうなんですか。卵湯はなんか宣伝すごいですね。看板があちこちある。ほら、ここにも。あとはリンゴ園だ。フルーツライン、あ、なんかこの辺り横切ってますね、どっかで。フルーツラインは。この道がじゃなくて、どっかで直行してるはず。そう、紅湯でいいんですか、高湯でいいんですかね。さっきの人は高湯って言ったら通じてたっぽいけど。赤来てましたね。なんか黄色くて白いヘルメットだとなんとなくどうでしょうっぽい。私の頭の中の偏見が。色眼鏡が、カラードグラスが。おお、リンゴリンゴ、あ、梨もある。高湯でいいんですかね。ありがとうございます。読み上げだとこう言って読んじゃいますね。あ、レンタだ。まだでもエリア的には外れてないはず。
ゆるく登り始めてるな。あ、結構あそこで坂がきつくなってきてるのが分かる。あ、高い温泉看板、青看板に出てきました。虹が濃ゆい。おお、青空でも完璧に見えてるな。それだけこの辺、こっち方向、向こうの方に向かって雨粒が存在してるんですね。雨粒というか水分でいいのか。あ、もうそろそろ延長か。似た話で、あのでかいやつですよね。少し息が遅いやつ。そこのあたりむちゃくちゃくっきりしてる。ズームで撮れたあの家から出てるのが見えるようにしよう。ん？飛脚？でも撮ったとやんでほしいな。よいしょ。バイク、あ、ラグひどいですね。やりとりにならないぐらいラグがひどい。あ、バイクの人が止まってる。リンゴ買うつもりなのか。リンゴ、レンズがこれはカメラ本体がやばい。この辺ずっとリンゴ園ですね。リンゴ街道だ。道の子観光果樹園、道の子観光果樹園。あ、この辺り全部同じ店だ。全部道の子観光果樹園だ。通常ですかね。どこかでまた少し雨を避けないと。カメラがネイキッド状態の GoPro が。ここまでラグひどいとコマ数よりもリアルタイム性ですよね。ちょっと雨宿り。じゃあ通常発信してみますかね。うん、これからです。通常、あれ、あ、いい。
しますと、これで上り速度は全然だな。あ、息低い。あ、今言ってんのか。電線だって、電線外すのめんどくさいから、そこまで写真にコストかけられないので。カメラを拭こう。内側のなんかも見えてるかな。いや違うか。また20人。電線を。目的が何かですね。さて、また再起動しとくかな。で、狭か。再しときます。盛り上が虹の輪プロジェクト、あれまたパタバイ繋がらない。あ、いや繋がってるのか。これそしてよし、90分、今もう来てるんですけどね。どうだ？あ、上がった。今上がってますね。あ、意外とこれ外22時見えるな、画面で見ても。まだ雨降ってますよ。90分後どころか。20時見えてますね、ちゃんと。画面で見ると確かにわかる。さて、ちょっと今この
バス停なのかここ。戻りました。リンゴ1玉500円で売ってるな。茎に見えますね。じゃあまたすぐ電波悪くなるんでしょうけども行きましょうか。で、延長できてます。雨が止まない。ずっと小雨が降り続いてます。路面も濡れ始めたのさすがに。いや日陰だけか。日が当たってるところは片っ端から乾いていてますね。で今標高が190ぐらいで画質がで残り600ぐらいか。ユースの標高が800近いからまだまだこれからですね。上りはで意外と車多いな。ないんじゃないか。バイクの人たちだ。バイクの人が出ていくときに私を待ってくれましたよ。高湯温泉まで 6.5 キロか。たった 6.5 キロ。標高差600で 6.5 キロっておかしくない？おかしくない？まあ時間的には一番短く着く登りかな、これは。ケニー選手の、あ、ありがとうございます。本番ですから、これからここからは登るですね。からありがとうございます。頑張ってね。あ、もう一回、はい、あれこっち側だったんですか。俺こっちだ、水穂だから。あ、なるほど、うん、ありがとうございます。いただきます。あ、頑張ってね。ありがとうございます。いいやつ。持ってんでしょ。あ、食い物は、はい、カポも持ってんでしょ。あ、カポ持ってます、大丈夫です。はい、雨じゃんじゃん降られると大変だ。そう、あとこのカメラはもう途中で諦めなきゃいけなくなるんですよ。もうすでに塗り始めてます。やった。でこうして、やっぱ車がバンバン下がってくるから、気をつけて。ありがとうございます。ちょっと映っちゃってますけど、映っちゃって大丈夫でしたかね。ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ。いや、こっから、あった、あの左の方に走るのがお家らしいので、さっきの人ですね、あのお茶もらいました。シャンキの多いお茶かな今のは。いや、車の人じゃなくて、さっきのあの雨宿りした時に喋った人です。平均速度 10% 近くあるんですよ、ここ。場所によっちゃ、区画によっちゃ平均 11% とかあります。でもちょっと車両に対して、でも今までだいぶなんかテンション的に上がったな。もう雨でいい加減、あ、映像がダメか。うん、年上の人ですよ。いや、どうだろう、40代だ、いや50代じゃないかな。どうだろう、なしでもリンゴでもなくお茶でした。それがたまたまあの人が今自販機でお茶買ってるところに私が通りかかったからとかないのかな、もしかして。
うわ、降ってる降ってる。うまく全くですね。GoPro もなんか今心配です。さっきから振られまくってるから。私は詐欺師に向いてるんじゃないかと自分で思ってます。総井坂。だいぶこの辺り濡れてるな。まあ上りだからまだいいけど、下りだったらこんだけ路面濡れてると結構汚れますね。荷物とか自転車とか体とか。いや、さっきの人は私が右に曲がってきたんですけど、分岐から左のみずほっていうところに行かれるそうです。アイソナイス。マキエモン、あれはあの滑り止めを自動的に巻く機械なんですかね。あれはマキエモンって書かれたあの焦げ茶色の機械が会話ですかね。私から働きかけてはいないと思うんだけどな。よいしょ。そろそろもうこれ白線に乗ったらやばい感じですね。ここで濡れた白線に乗ると滑るから。あれ、止んできてないか。木の下だからか。気のせいだったか。佐藤果樹園、ずっとそれが映ってるってことですかね。ギア落としてゆっくり行きますか。登ってます。木の陰になっていれば雨粒が落ちてこないですね。溜まった水がポタポタ落ちてくる。明日本当に晴れるんだろうな。明日晴れなかったら台無しです。せっかくのスカイラインが。この調子だったら結構木陰が多くてあまり降られなくて助かるな。まだちょっとどうでしたっけ。スカイライン、いや知らないです。
あ、音声は言ってるんですね、これ。いぞうはどうしようもないですね、てんてんと。このまま進みます。なんか音声が小さい、なんか音声小さいな。公衆電話どこだろうな。意外と GoPro、 たまたま GoPro は濡れてない。ウェブカメラ濡れてるね。GoPro のこれ上を少し覆ったら結構いけるんじゃないかな、雨程度だったら。ちょっとまた方策考えてみよう。公衆電話今映ってましたね、公衆電話。あれ、まだそんなに多種登りじゃないな。トグラシ見えましたかね。まだでも本格的な勾配になってない。まだこの辺りだと5カーもないぐらいかな。さっきはちょっときつかったんですけどね。あー、もう雨が鬱陶しい。プールの上の穴のとこだけ塞いどこ。この PC の中も濡れてきてる。うわ、結構濡れてる。
ああ、これウェブカメラの中に入るの水が。うわー、来た来た来た。諦めるかな、もうこれ。ああ、雨宿りできる場所がない。結構ここは薄い。ちょっと一旦あっちの木が濃い方に移動して。うわあ、ふう、よし。これは浸水するかな。早くも。かなり降ってきたので。配信はここまでにしますと。次は多分宿配信か明日朝になりそうです。で、随時報告します。では、GoPro の方どうするかだな。じゃあ、すまです。じゃあ、放送は一旦ここで。で、PC は止めて、さて、どうするかな。なんかウェブカメラが浸水しやすいので、GoPro は今どこまで充電できてる。あ、だいたいフルに近いかな。じゃあ GoPro はハウジングに入れて電池がある限りやっとくか。GoPro も1時間も持たないな、確か。IC レコーダーだけどっかポケットかなんかに入れて、じゃあちょっとここに置いて、
そうだ。蹴るだけ吹いて、あんまりこのレンズを普通の布でやると確か良くないんじゃなかったかな。で、フェードイン、古い。1時間ぐらいか、50分ぐらい。さて、うわ、GoPro マウントしまいたんだ。で、これ忘れてないな。ジャケットを、ジャケット羽織って、ちょっとまだ蒸し暑いかな。こっちのバッグも防水して、よし、うん、さて行くか。滑る滑る。よし。だいぶ降ってるな。
あ、しまった。ウエストバッグどうしよう。これバイトバッグがいっぱいで入りきらない。サイドバッグが、パニアバッグが、どうしよう、取れてるかな、これ。まぶしい、まぶしい。照り返しが、まぶしい。から照らされる。水の状態どうなってんだろう。背中側が、おお、出てる出てる。で映るかな、これ。あ、汚れてる。よっと、うわ、濡れてるな。やってきた。
これ余計な余計なことしてるかもしれないけど、4キロ、標高差は400ぐらいか、400ぐらいか。この先150メートル、無山水小説始まり、無山水小説キーパーってことかな。雨具入れなくなってきたな、暑くなってきた。雨具を ウエストバッグは入らんかな。
詰め込むようにすれば、無理やりだな。よし。あ、しまった。雨具脱ぐの忘れてた。詰め直すのに夢中で。それだけしかできないな。落ちても音じゃ気づかないな、こりゃ。できるだけ前の方に。たまに振り返ってないと怖いな、これは。やっぱりバッテリー3分の2になってるな。メディア回って30分だ。途中でまた給電しないと。あ、風を切ると結構寒いな。やっぱり勾配厳しいな、これ。
そう。レンズの状態見てなかった。ああ、かなり汚れてる。が出るときにふらつくことまで想定していかないなのはありがたい。
ちゃ大空あるのにな。残り300弱か。時間がもうすぐ4時か。まあ時間的にはちょうどいいかな。それまでにザーザー来なければ。できたな。大きいもんだ。
電池。うわ、ちょっと。やっぱり後ろ向くとバランスが危ない。2.5キロ。降ってる。これはこの状態だと GoPro 電池切れても充電しながらいけないな。一旦これバッテリーかメディアが切れたらバッグの中でしばらく充電しといて、それで、ああでももうそれで終わりかな。一応宿に着く瞬間ぐらいはまた撮影しようと思います。途中飛ばして、16時。バスかな。ああ、卵湯だか。降ってる。ってんのか、いやあれ壁か、とんでもない坂道見えた。
クリームジャーだ。あ、ズボン結構濡れてきたな。財布と iPhone と IC レコーダーが危ない。これ木を雨具を基本的には登ってるから全然寒くないんだけど、体の各所の電子機器が iPhone ぐらい中入れとくか。IC レコーダーの浸水具合はまあ大丈夫だな。バッテリーもまだフル状態。IC レコーダーに乗ってたらやっぱ便利でいいな。あと10分バッテリーがもう3分の1消費か。うぅ、降ってきた。結構この発進できたいぐらいの勾配。息がすごい。全然寒くないね。完全に湿気かな、これは。
ンのライがすごいな。マウンテンバイクのギアってゆっくり登ってるから圧的にはそんなきつくないけど、ほぼインナードー状態だし、標高650、あと120ぐらいか、120、30か。機械室、前撮りできるな、ここ。いや、どうせ GoPro も切れるから GoPro の中で充電器につなぐ必要があるので、ここで一旦雨取りしようと、雨宿りしたいけど、あれ入れるかな、したいと思います。もうちょいだけどな。いいよっと。あと多分2キロぐらいかな、標高差的に 1.5 キロか2キロぐらい。ただ、ダメだ、持ちながら、やった、まだ空いてるか。ロックライトがないから残りしか見えないな。
うわ、降ってるな。意外と降りまくってた。もっとひどくなるのかな、この後。で、残り時間は、あと1分ちょいか。じゃあ、この状態で、あと宿に着いたら、でも雨だったらダメだな。あとは写真かもしれないです。あ、良くなってきた。結構もうこのところが濡れてきました。びちゃびちゃいってる。終わらないな。まあこれ別にギリギリまでやる必要ないから一旦これじゃあ止めます。あとは充電して宿に着いた時に雨がそんな降ってなければ最後の映像を撮りたいと思います。それでは。